吉田さん、マイク・タイソンですか。やっぱすごいですね。世界を取る男っていうのは、やっぱりね、世界中の誰もがついていけないようなトレーニングしてますよ。まあでもね、マイク・タイソンと比べちゃちょっとね、そこまでは誰もいかないんで、私が今回お伝えするのは、いや、そんな大変なことしなくても大丈夫ですよってことなんですよ。まあだから、どのぐらいのね、練習量とか作業量が大変なのかっていうのは、これ個人個人それぞれなんで何とも言えないですけども、例えば私はね、サラリーマンを7年やってきました。それこそ朝6時に市場に行って、それから早く終わる日でも夜9時ですよ、まあその15時間勤務は当たり前、時にはね、24時間スーパーだったんですけども、24時間ぶっ通しで勤務することも当然ありました。別にそれはね、私のね、無能だった能力が低かったからそうなっちゃったのかなと思うばかりですけども、まあそのぐらいやっても、じゃあうだつが上がったかっていうと大したことはないんですよ。確かにそのスーパーの中では一方の人物になりましたけども、だってスーパーそのものがね、知られてないところですからね。まあそしてこの日本にはこういうふうなね、私がいくらね、やり込んだって言っても無数にスーパーあるわけじゃないですか。まあ、その中で私がどのぐらいの地位かっていうと、本当底辺の底辺だと思いますよ。であと麻雀店もね、10年ほどやりました。それこそこちらの方は16時間勤務して、社員もね、最大値で26人使いましたけども、まあね、物にならなかったですね。ですんで、まあそんなもんなんですよ。で、同じようなテンションで私はね、ネットビジネスに入りました。40歳からね、もう本当麻雀しかやったことない人生だったんですけども、あと調理師ですか。包丁は使えるし、麻雀はできるんだけど、パソコンは全然ダメでしたね。で、こういう風な形で最初、キーボードを叩いて、なんかね、Facebook だとか Twitter のアカウント作ったような気がします。まあ、Gmail っていうものから YouTube ってものをね、撮影するのも、結構ね、当時の私にとってみたらハードルが高かったかなと思います。周りに聞く人もいませんでしたからね。で、インターネットのことを聞く人を見つけるような形で、私はまあネットビジネス塾に入ったという形が、まあそもそもだと思うんですよ。稼ぐ方法のうんぬんじゃなくて、パソコンの操作方法とかね、なんかこっちとこっちのがつなぎ方とか、まあ、そんなことを期待して入ったようなところが大きいです。まあ、実際は自分で調べると、結構ね、丁寧に教えてくれるサイトとかってあるもんですね、当時でも。で、あとはコツ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 とやるだけで、私がやったことって別に特別なもんじゃないんですよ。今でもバカにされるようなことをやってました。でもそのバカにされるようなことでもちゃんとやってる人がいないんですよね、きっとね。私がやった方法って自己アフィリエイトですから。何回も言いますけど、自己アフィリエイトをクレジットカード作って覚えて、次の日もクレジットカード作って覚えて、次の日は保険の面談とクレジットカードやって覚えてって感じで、同じ作業を3日連続でやったんですよ。で、3日連続でやればそれ作業慣れますよ。で、慣れたんで、あとはその私がインターネット上で売り上げを、自己アフィリエイトによって売り上げを上げた方法、売り上げですよ、売り上げ。ね、スピード速報ですよ。売り上げを上げた方法を同じようにやりませんかっていうふうにお伝えしただけです。私は現金手にしてません。インターネットで1円も稼いだことない私が、インターネットで売り上げを上げる方法を、自己アフィリエイトってものを地域の方にね、まあ話したというか教えたという形でございます。それに費用を1万9800円いただくような形で、募集をしたということなんですよ。本当こんなことですよ。今で言ったら本当ね、こんなことでよくね1億円いったなと思いますけども、当時私はね、こう、うわすげえ方法だなと思ったんですよ。これ1億円誰でも稼げるじゃんと思ったんですよ。で、大したことやってないですよ、本当に。自己アフィリエイトの方法を3年間ずっと人に教えただけで、同じことですから、同じことずっとやったわけですよ。で、1万9800円もらいながら、わーっとね、何百人かの方にお伝えしたら、3年間で、あれあれ、気がついたらなんか、すごい金額になっていたな、ということなんですよ。ただそれだけですからね。ですんで、マイク・タイソン張りのトレーニングをしたわけでもないですし、ましてや走り込みもしてないし、当時の暮らしはまあね、そんなに大したことではなくて、麻雀店に勤務に行ってるか、まあ、パソコンやってるかだったですよね。だから そんなにね、あれこれ教材を見たりとか聞いたりとかね、なんていうんですかね、アフィリエイトのロジックを入れたりとか、ブログで悩んだりとか、なんですかね、少なくともそのいろんなノウハウに興味はなかったですね。だってそれ1個、自己アフィリエイト1個だけで1億円いくと思うわけですから、
で1億円いくわけですから、1億3800万ね、いくわけですから、自己アフィリエイトだけですよ。他に何か、何が大事なんでしょうかっていう話ですよね。で今でもね、やっぱり私の感謝してやまない自己アフィリエイトってものをね、椎野キャサルっていう弟子に教えて、彼が私の速稼塾の中で自己アフィリエイト専門のコーナー持ってくれてますよ。でここでやると1億円稼げなくても毎月5万とか10万っていうのはバラバラ稼げるわけなんですよ。ただそれをやればいいだけなのに、だんだん人ってのは飽きてくるんですよね。飽きてきてやらなくなるんですよ。やらなくなった挙句何をするかって言ったら、自己アフィリエイトでいつでもお金が稼げるから、お金どっか別の教材で使っちゃえってなるわけですよ。なってるでしょ。何なんだろうなと思うんですよ。あのマイク・タイソンの話に、まあちょっとねなぞらえると、マイク・タイソンはボクサーになりたくってトレーニングしてましたけども、じゃあねオセロのプロになるようなトレーニングやりましたかってことなんですよ。チェスのプロになるようなトレーニングしてましたかってことなんですよ。してないと思いますよ。で数学者になるための、物理学者になるためのトレーニングしましたかって、してないと思いますよ。全てはボクシングという、ボクシングのチャンピオンが何か分かりませんけどね、ボクシングにつながるものだけを1日24時間の中で全てやり尽くしたと思うんですよ。もう私もそういう意味では一緒です。あのだって自己アフィリエイトぐらいしかやってないですからね。2013年ネットビジネススクール速稼塾っていうのは大層な名前つけましたけども、自己アフィリエイトしかやらないわけですよ。で自己アフィリエイトをやるじゃないですか。で自己アフィリエイト関連の質問しか来ないんですよね。例えばパソコンの電源の入れ方が分かりませんとか、あのキャプスって何ですかとかね、コピー&ペーストってどうやるんですか、そういう質問しか来ないんですよ。だって自己アフィリエイト周りのあれでしょ、質問ですよ。だからね、動画の編集がどうとかっていうものもなかったですし、そもそも必要なかったですしね。なんでしょうね、まあそうですね、強いて言えばセミナーですかね。自己アフィリエイトを人に教えたいっていう方がいて、セミナーのやり方を教えてくださいっていうのが来ましたね。でセミナーはやり方ではなくて集め方だっていう話しました。どのようにセミナーの受講生さんを募集するか、特に広島っていうのは私がいるわけですから、同じ地区でやろうとしたらそれはねバッティングするじゃないですか。だからちょっと離れたところでやった方がいいよというふうなお話をして、まあ呉とかね東広島っていうところでやってましたよ彼は。そこではちゃんと売り上げも上がるし、そこに私はゲストとして招かれて講演もするわけですよ。そしたら得点も与えてあげれるじゃないですか。私の師匠です、速稼塾の久保さんですばーっていう感じでね、今日はとても皆さんに、儲けるためのね、テクニックを教えてくれると思いますんで、しっかりと勉強してください。私もここでチェックしてますんで、それおかしいなと思ったら私がまず質問しますからご安心くださいって感じでね、でさりげなく速稼塾も売り込めるわけじゃないですか。だからね、本当に特別なことしてないんですよ。究極セミナーに関しては誰も来なくてもいいって言ってますからね。誰も来なければそこで動画を撮ってそれ売れよって話ですから、セミナーっていうのは時間を限りますから、場所とか時間の関係で来れない人もいるわけですよ。だから DVD とかね、動画 YouTube のリンクの方が助かる人もいるんですよ。でそれを有料で売ったらいいんじゃないかなって話もしましたし、でもライブで見たいとか生で会いたいっていう人のためにライブっていうかね、セミナーはあった方がいいんじゃないのみたいな感じでセミナーもやる。セミナーで誰も来なかったらそこで撮影したものを売るみたいな感じで、結局お金に変わるわけですよ。で内容は自己アフィリエイトですからね。だから自己アフィリエイトセミナーやって、自己アフィリエイトセミナーの動画を売ると、ね、それで自己アフィリエイトセミナーに参加した方には特典として DVD あげるみたいな感じですよね。だからこれだけで1億円いくわけですから、1億円いかなくても1000万いったらすごくないですか。自己アフィリエイトだけで1000万、これいきますからね。行くんだけども、行くのにせっかく行くのにやらないんですよ。全然続かないですよね。何なんでしょうかね。例えて言えば、高校受験でも大学受験でもいいんですけども、なんか500時間勉強したら合格ですって言われてるんですよ。試験の、点数に関わらず500時間勉強したら合格ですって言われてるのに100時間で終わるみたいなもんなんですよ。私のやった方法、自己アフィリエイトで1万9800円いただくっていうのは、10人に教えたらね、19万8000じゃないですか。100人に教えたら198万でしょ。簡単にいくんじゃないですかね。100人、じゃあ1000人に教えたらいくらですかって計算すればいいわけなんですよ。あとは自己アフィリエイトセミナーの動画を売るとかね、できるんじゃないですかね。それをまあ販売価格を5980円とか分かんないですけども値段つけて、会場に来れない人にまあ販売すると、で URL で納品という形でね、
納品のコストかかんないじゃないですか。 YouTube で G メールなんでただですよね。いやもう本当にね、稼げない方がおかしいんですよ。なんでか稼げないってことは稼ぐためのことをやってないんですよ。稼げないことをやってるんですよ。で以前もちょっと話しましたけども、就職を目指すってすごくセンス悪いと思うんですよね、残念ながら。だって就職市場は縮んでるわけじゃないですか。極めつけは就職氷河期が今は来てるわけでしょ。転職ももちろん難しいですよ。でそういったわざわざ難しいところに難しいって知っててひしめき合うんじゃなくって、企業とかね、ネットビジネスなんてまあガラ空きですから。だってやる人いないんですから。ネットビジネスやってますっていうふうに言い続ける人はいますよ、言う人はいますよ。でもやってないですか、その人は。本当にね、なんかその辺はね、腹立たしい思いがします。ネットビジネスをやっていると言ってやっていないと、まあ、その度合いの問題もあります。やってるというふうに言えないほどのことしかやってないみたいなね。だからちょっとね、もったいないなと思うんですよ。腹ペコの時に米粒2つ食べて、満腹になったっていうふうに言ってるようなもんなんですよ。腹ペコの時に米粒2粒で足りますかって、弁当2個ぐらい食わないとダメじゃないですか。でそんな感じでネットビジネスに取り組む人って米粒2つしかやってないのに、やってるのに満腹にならない、成果が出ないって言ってるんですよ。ちょっとそこはね、考え方改めていただいて、もしね1000万円いるんだったら1000万円分の作業はいりますから、それはやりましょうということですよね。1000万ってどうですかね。サラリーマンやってて1000万のお金を残すって何年働かないといけないですかね。だって生活費で使っちゃったりするわけですよ。ってことは1000万残すのに、まあ、少なくとも5年や10年かかると思うんですよ。じゃあネットビジネスで1000万稼ぐのに5年や10年かかってもしょうがないっていうふうに思った方がいいのかなと思いますけども、実際そんなかかりませんから。本当に1000万ごときはね、ごときって言ったらね、また稼げてなくて苦労してる人に申し訳ないかもしれませんけども、特別なことじゃなくてシンプルなことをやれば、ネットビジネスに関しましてはもうね、答えが出てるわけですから、もうそれ以外の答えないんですよ。もう本当にそんなにね、思い詰めなくてもちゃんと稼げるんでやってほしいなと思います。別に1億円じゃなくてもいいわけですよ。300万とか500万でもものすごいインパクトでしょ。300万500万から目指していきましょう。もっと言ったらね、最初の100万とか最初の10万まずはワンサイクル上げてみましょう。このサイクルでやったら10万稼げるのか、このサイクルでやったら100万になるんだってことをあと繰り返すだけですから。本当にそんなに難しいことはないと思いますし、マイク・タイソンみたいにね、そんな起きてる間中全部ネットビジネスやらなくても大丈夫だと思いますよ。大丈夫だと思うんですけどね。私はとてもじゃないですけど、そんなにできませんよね。麻雀店の経営したりとか、麻雀一日打ちながらネットビジネスやってるわけですから、ネットビジネスだけの時間ってすごく短かったと思いますよ。まあ意識はネットビジネスずっとありますけどね。ちなみに1日にだって12時間ぐらい私麻雀やりながらネットビジネスいつやるんですかって話じゃないですか。それでもやったわけですから、だから1日のうちのネットビジネスやった時間って本当にね、数時間だと思いますよ。数時間というか1時間とかね、2時間とかね、そんなもんですよね。いやそんなにやってないかな、もう忘れましたね。どのぐらいやったのか記録取っときゃよかったですけども、まあそんなにやってなかったかなと。意識だけはありましたけどもね、実際は麻雀やってたわけですから。いってらっしゃい。